チルテレ。気持ちいい、ね、もし友達と会うっていうのが一番落ち着きますね。なんか家に帰るとちょっと寂しくなっちゃう。誰かに会って喋りたいっていつも、だいたい特定の人 2,3 人なんですけど、ここでお茶して帰るみたいな。今度はお母さんと喋ります。本当にずっと今日会ったことを喋りたくて、でもしお母さんがいなかったらもう一回友達に電話して喋って寝ます。結構遠出とかしますね。この前はお台場とかちょっと遠出みたいな。すごく近い。ちょっと遠出みたいな。ちょっとすごい恥ずかしかったじゃん。確かにそのトークなかったなって思いました。あとでも一人で動物園とかも行きます。誰もいない感じの動物園とか。絶対見たいのは猿ですね。でもずっと見てて飽きない。あの次はあの猿とあの猿がくっついてるとか、下また急にどっか行っちゃうとか、痒いんだなとか。恥ずかしい。信じられなかったです。絶対オーディションに落ちると思ってたので、あって感じです。結果が言えるまで時間もあって、結構忘れた頃に決まったよって伝えられたのでびっくりしました。緊張しすぎて思い浮かばなかったんだと思います。電車乗ってたらなんかめっちゃ揺れて、すごい前の人の上にバンってなっちゃったんです。自分でも自分を客観視してみたら本当にやばかった。本当にみっともないです。私が台本を読んで分からなかったのも、台本上にもそんなに紬自身のこととかは書かれてなくって、で監督に話したら紬のなんか年表みたいなのを作ってくれて、紬が実際にそのことを話したりそのシーンがあるわけじゃないけど、それを含めた上で身売りとのシーンでうまくそこを出していけたらなっていうふうに思ってました。ずっと同じ部屋に泊まってて、星さんは先に寝てて、寝てる途中でこうこう踊ってて、なんか多分夢見てたのかな。それはちょっと可愛いです。全然可愛い。なんか怒ったりとかしたいです。殴り合いの喧嘩とかやってみたいです。私は今回初めての映画に、主演という形で出て、初めてのことに挑戦するってことは難しくて不安で大変だけど、やってよかったなって絶対思うことになると思うので、ぜひ皆さんも一緒に頑張りましょう。